いやあ、刹那圭介だよ。今回から新しいフリーゲームやっていきたいと思います。このゲーム、武器に願いよってゲームです。よろしくお願いします。このゲームはちょっと、フリーゲームの中でも変わっとるタイプのゲームじゃないかな。主人公、プレイヤーが武器商人、鍛冶屋になって武器を撃って、その武器で、なんか、魔王を倒してもらうみたいな感じのゲームですね。まあ、つまりは、武器を売るという同じことをもう一回言うたなそういうゲームであります。商売系のゲームってことですね。自分が冒険するわけじゃないと。ちょっと変わったゲームで面白そうなんでやってみたいと思います。始まり。ちょっと軽くやったんですけどね、面白かった。この物語は武器を作ることに誇りを持つ小さな武器屋が主人公です。こういうことですね。操作方法を確認しますか。はい、まあ、説明も兼ねてこれを見ていきたいと思います。チュートリアル、まあ、一通り見たんやけど覚えてなかったりする。遊び方を説明します。このゲームは作った武器を売ってお金を稼ぐことが目的です。ギルドで素材を手に入れ、火事で武器を作り、販売で武器を売ります。1日は販売から始まり、ゲルド、火事と続きます。まずは販売から説明します。うっす、一番重要なところでしょう。この商品カゴに武器を入れます。決定キーを押すと武器一覧が表示されますので、売りたい武器を選んでください。はい、ちなみに決定キーは Z、Enter となります。はい、欲しい武器が商品カゴに置いてあるとお客様が店に訪れます。おお、ロングソード、バスタードソード、鋼の槍って読むかな。おお、鋼の槍。武器を商品カゴに置き終わったら店を開けます。この扉の近くで決定キーを押すと回転します。回転って感じですね。はい、お客様が来るまで待ちましょう。はい、お客様来てくださいよ。おっと、来てくれた男。あ、めっさい男来たお客様が商品を持ってレジの前に来ました。楽しみ、試しに待たせてみましょう。何がブブーや、何がブブーや。どうやら商品を持った者は怒って帰ってしまったようですお客様が怒る前に会計を済ます必要があります。あ、そういうことか。そういうことやけど、だからって商品を持ってそのまま帰っていく理由にはならんと思うけどな。あ、後で通報していいかなこれ通報とかあるんだったらな。お客様がレジの前に立ったら、この場所で決定キーを押してください。なるほど。あ、また同じおっさんきた。また同じおっさんきた。決定。あ、これでようやくお金を受け取れると鋼の槍が売れました。1000円の売り上げです。はい、商品カゴにまた武器を置いて、お客様が来たら会計を行う。これを繰り返してお金を稼ぎます。制限時間は2分です。回転時間が2分ってことそれ短いよ右上には残り時間、左上には売り上げが表示されます。2分経過し閉店した後、会計報告がありますね。ご覧ください。了解。あ、これ主人公なんじゃ。こんな感じなんやな。あ、始まるん？こっからが俺の商売の見せ所ってことですか。わかりましたよ。さて、作戦を立てていこうか。作戦もクソもあるんかわからんけどな。来てくれるか来てくれないかの差ぐらいなんだと思うけどな。まあ、今売れるんがこの3つ。ロングソード、鋼の槍、でもってバスターソード。バスターソードちょっと高いな。高い分注意的な感じか。バスタードソードやな。バスターソードではなかったわよ、みたいな。14から16世紀のドイツで作られた。西ヨーロッパの、なんて読む？刀剣って読むかな。一種やって。うん。で、差し付きって読まんよ。なぜだい差し付きってやだな。を目的に製造された武器。鋼の槍。本当に槍であったんか、正直、俺ちょっと自信ないんやけどな。漢字センスなくてね。
漢字スキルか。漢字センスって何、初めて聞いたわ。まあいいや。さて、もん、まあ、ロングソードでこう見せびらかしといて、槍をここに持ってくる。でもってお客がこう来るとき、あ、ロングソード、ロングソードや、やった、ロングソード。あれ、もしかしてバスタードソード。あ、こんなとこにも売っているのか、買っていこうって見せる感じでいこう。お客がそう捉えるかわからんけどな。よっしゃ、回転しよう。深呼吸、深呼吸、深呼吸、深呼吸。回転初日ですよ。ここは頑張らないといけませんよ。回転、よっしゃー。レジでおろ、レジで。どうせレジに来てくれるんだろ。やった、美人の人に買ってもらえた。ロングソード一丁。わ、ロングソード売れ、幽霊級いいぞ。ロングソード攻める、ロングソードで攻める、ロングソードで攻める。うわ、すごい人。あー、双子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 。双子がちょっと武器買っていった。多分先の双子パーティー組んどんだろうな。まあ、すごいモヒカンの双子やった。キャラ濃いな。よいしょ、ちょっと待ってな。あ、ちょっと、はい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 。あ、ちょっと、お姉さん何も買わずに行くんか、お前。お、来た、バスターソード。やばい、バスタードソード。いいやん。展開早いな。おお、鋼の槍買ってきた。アラブの人みたい。あ、ちょっと、ごめんごめんごめん。ちょっと、やばいよ。やばいよ。回転率早い。回転率早いよ。よし。ああ、もう、回転率早い。うわあ、もう、お前、殴って戦いそうな奴が来た。ああ、さっきのモヒカン。モヒカン流行っとんか。モヒカン3人も来たで。もうすでにモヒカン3人も来たん。ああ、ツインテールの声や。ああ、ああいう子、ちょっと、くどけんかな。もうちょっと焦りすぎて、配置なんか、最初考えとった配置なんか無視してる。怪しそうな人入ってきた。そして、わ、ポニーテール。おい、ポニーテール、ポニーテール。わい、ポニーテール。興味ないけど、ポニーテール。わー、なんかテンション上がる。バスタードソード持っちゃう。あ、アラブの人。いつもありがとうございます。初日やけど。おーほっほー。どんどんかや、どんどんかや。ベストはバスタードソード持っちゃうと、ロングソード行こう。おい、よし、並んでるね、あいつ。ありがとうございます。怪しいやつ。怪しいやつ何のために来たんや。偵察か、あいつ。あ、魔王の、魔王の偵察や係なんか、あいつ。ちょっと見ただけで出て行ったでないか。怪しいにほどがあるだろう。はい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 。あー、長い。おー、美人の人は買っていった。ありがとうございます。ちょっと展開が早いな。思ったより展開が早いよ。ロングソードもいっちゃう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。はいはい。似たり寄ったりの人がバンバン来るでないか。おお、めっちゃ売れ、ある、めっちゃ需要あるやない。こんなに武器需要ある世界なんかすごいな。バスタードソード、ロングソード、よいしょ、よっしゃ、いいぞいいぞいいぞ、どんどん売れよ、売れ行きすごい。あ、まだ怪しい偵察係おった。偵察係絶対買っていかんパターンのやつなんじゃん。ははは、面白いな。よいしょ、で制限時間終わり。結構売れたな、10本、もっと売れたかな。すごいな、すげえ。25本も売れとる。売り上げ28,600円。いやー、すごいな、めっちゃ売れとるがな。ロングソード12本、バスタードソード6本、鋼の槍7本、すごい。うわ、1日目でこんなに繁盛したよ。けどな、1日目やけんな。あ、こんなとこに武器ある、入ってみようって人があるんよ。その証拠にさ、謎のローブの男が3回ぐらい入ってきたもんな。しかも何も買わんかったもんな。完全に偵察要員や、あれ。地元の偵察要員的な。ここはギルドです。武器を作るのに必要な素材をこのギルドで依頼して入手することができます。ああ、ここでなんか素材とか集める感じね。うん、結構凝っとるな。ギルドに頼めるって。この、なんて読むこれ。アイカイギルドって読むかな。アイカイギルドに話しかけまーす。あ、依頼とかできるやな。ここで欲しい素材を依頼します。次の日までに冒険者が依頼を引き受けます。へえ、すごいな。
数日後、冒険者は依頼品をこの仲介ギルドって呼んかな、もしかしてこれ。あ、そうか、仲介って、仲介か。なるほどな。それなのに別の読み方ちゃったんや。入手に必要な日数は、素材や引き受けた冒険者によって変わります。貴重な素材ほど時間がかかります。でしょうね。また、依頼する際は、仲介手数料がかかります。まあ、問題ございので次進みましょう。店舗の増築もこのギルドで行います。ああ、さらに大きいできるんであれ。ちなみにお金を借りる際は十分検討した上で行ってください。返済できない場合はゲームが終了します。そんなシステムあるんじゃ、すごい現実味あるな、おい。ゲームだぞ、フリーゲームだぞ。これフリーゲームだぞ。返済できずになんかギャンブルとかやらなあかんようになったりするんかな。わからんけど。ここからギルドを出て、火事に行きます。本当に火事って読むかわからんようになってきたけどね。おう、自由行動か。一人ずつ話聞いていこう。初日やけんさ、こういう人間関係も大切だと思うよな。で、火事に来たわけですよ。ここは火事場です。ゲートで入手した素材を使って武器を作ることができます。なるほど。ここで決定キーを押すと、火事メニューが開きます。経験を積んだり、秘伝書を手に入れると、新しい武器が作成可能になります。秘伝書とかあるんじゃ、すごいな。ここで決定キーを押すと、記録簿が開きます。作成した武器の作成個数、売上個数、攻撃力等が確認できます。これは金庫です。ここで決定キーを押すと、金庫にお金を入れたり、金庫からお金を出すことができます。入金は1000円からです。ここから火事場を出て寝室に向かいます。で、自由行動的だ。なるほどな。まだこの3つしか作れんわけだ。バスタードソードはロングソードを素材にもしたんや。なるほどなるほど。いろいろそこら辺考えて、高い武器を売るか、安い武器を多く売るか的な。なるほどな。完全に商売ゲーやな。すごいな。お金を金庫に入れますか、それとも引き出しますか。おうほうほう。最初は 78,600 円あるんじゃ。どうすかな。お、メニュー開けるな。やっぱ持ち物売れるやつがこんだけまだ残っとると。で、鉱材が40個持っとる。鉱材が基本の素材みたいなもんか。セーブはどこでもできると。そんでもってここでなんかいろいろ作れますよなやつだったな。家事費用ってもかかるんやな。でも100円で素材代とこの家事費用で100円しかかからんのがすごいな。そんなに やるやつを1000円とか1600円とかで売り読んだ。結構人件費が高いんだろうかな。自営業なのに。じゃあそうやな、手持ちを確認しとこうか。ロングソードを補充しておきたいな。鋼の槍はもうちょいいける。とりあえずバスターソードもちょっと、ロングソードとバスターソードでいこう。バスタードソードやな。まだバスターソードって言うた気がする。ロングソード10本と、はい、カンカン10個手に入れたで早いな。手抜いとんちゃうんが。なんか俺さ、カジヤでカンカンカンって言うて剣作りよく人のイメージ考えたらさ、ひどい。一本作るに数日かかるイメージがあるのに、この人すごいぜ。数秒で10本作ったよ。すごいな、この人。神か。お、カジ技術が上がった。サラマンドソードが作成。サラマンドソード。フリーズソード。雷鳴剣。すごいな。素材いるんや。さすがに素材はいるんやな。ロングソードを元に作った。名前的に属性系のやつやな。もう完全に。じゃあバスタードソードも。
4本なんだな。それなら6本いこう。よし、オッケー。広大ちょっと使い込んだな。まあいいでしょ、こんなもんかな。初日やけんね。まあゆっくり行こうぜ、ゆっくり。そうやな、こんなもんかな。よし、じゃあ今日の感じ終了、寝ましょってことで、まあこんな感じで寝室行くんやな。おーし、販売ゲルド火事と1日が流れます。明日もまた販売から1日が始まります。効率よくお金を稼げるのはどうしたらいいか考えながら遊んでいただければと思います。そしてこのゲームにはお金を稼ぐ以外にもう一つ目的があります。何でしょう。冒険者たちがあなたの店で買った武器を用いて魔王を倒すことです。なるほど、エクセントリック武器を売ったり素材を依頼している間、冒険者たちは魔王と戦っています。この後冒険者たちの戦いの様子が表示されます。魔王にどの程度ダメージを与えたかご確認ください。ではよはすごいいろいろ出てきてる。コーシーはロングソードで魔王を攻撃、戦闘中技を、なんて読むこれ、ひらめきなんかな、ちゃうな、ひらめきわからんわからんわからないわからないよ。とりあえず24ダメージ与えた。やるな、コーシー。ベルヌーイはロングソードで魔王を攻撃、瞬時にめった切りし20のダメージ与えた。めった切りって言い方。サラはロングソードで魔王を攻撃、会心の一撃30ダメージ与えた。すごいな。おは、ロバート、イヤズヤン、正々堂々と立ち向かい、17のダメージ。正々堂々。カレンはロングソードで魔王を攻撃。読めないのにパース。ちょっと注目すべきところだけ見ていこうかな。ちょっと待てやーポーレお前、あ、やりやけんいいんか。持っていた武器を投げてっていうだけ、何をお前武器投げて使いようなんて思ったんやけども、やりか。やりやけん投げてよしの武器やな、よ。あ、ロイ。バスタードソードで、必死になりながらもう19のダメージやって。おお、頑張ってる。漢字の名前の人もおるんじゃ。なんて読むこれ。し、読めない。戦国武将におりそうな名前やし。戦国武将におりそうで、それで行って、槍ってところがセンスあるぞ。そして少しよそ見をしてしまったが、それでも28ダメージ当たったってすごいぞ、こいつ強い。なんて読むこれ。迷信か、わからんけど、飽きしちゃうな。ロングソードで魔王攻撃、正々堂といいね。チャッチルはバスタードソードで魔王を攻撃、個室と戦いながらもう24、個室と戦いながらも24のダメージ与えたね。すごいな。ニコフスキーも個室と戦いながら、個室があれなら休めよ。面白いなこのゲーム。細かい。多分このこっから決定ボタンを押したら次の日になるんだろうな。時間も時間やし、聞く入りも多いと思うし、この辺で終わりとさせていただきましょうか。次のパートから1日ごと1つパートでいきたいと、1パートに1日ごとっていう形でいきたいと思います。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ